おしの、あくたがわりゅうのすけ。ここは南蛮寺の道内である。普段ならばまだガラス絵の窓に日の光の当たっている自分であろう。が、今日は梅雨曇りだけに日の暮れの暗さと変わりはない。その中にただゴティック風の柱が、 ぼんやり木の肌を光らせながら、たかだかとレクトリウムを守っている。それから、ずっと銅の奥に上等妙の油火が一つ、岩の中に佇んだ聖者の像を照らしている。三景人はもう一人もいない。そういう薄暗い堂内に、高毛人の神父が一人、祈祷の神戸を垂れている。 年は四十五六であろう。額の狭い、肝骨の突き出た、ほひげの深い男である。床の上に引きずった着物は、阿人と唱える相違らしい。そういえば、混滅と唱える年授も、手首を一巻巻巻いた後、かすかに青玉を垂らしている。 道内はもちろんひっそりしている。神父はいつまでも身動きをしない。そこへ日本人の女が一人、静かに道内へ入ってきた。門を染めた古片平に何か黒い帯を締めた武家の女房らしい女である。これはまだ三十代であろう。が、ちょいと見たところは、 年寄りはずっと老けて見える。第一妙に顔色が悪い。目の周りも黒い傘をとっている。しかし、大体の目鼻立ちは美しいと言っても差し支えない。いや、丹精に過ぎる結果、むしろ剣のあるくらいである。女はさも珍しそうに、清水盤や祈祷机を見ながら、 おずおず堂の奥へ歩み寄った。すると、薄暗い星団の前に、神父が一人ひざまずいている。女はやや驚いたように、ぴたりとそこへ足を止めた。が、相手の祈祷していることは、直ちにそれと察せられたらしい。女は神父を眺めたまま、黙念とそこに佇んでいる。 道内は相変わらずひっそりしている。神父も身動きをしなければ、女も眉一つ動かさない。それがかなり長い間であった。そのうちに神父は祈祷をやめると、やっと床から身を起こした。見れば前には女が一人、何か言い,いたげに佇んでいる。南蛮寺の道内へは、 ただ、見慣れぬ張木仏を見物に来る者も,も稀ではない。しかし、この女のここへ来たのは、物好きだけではなさそうである。神父はわざと微笑しながら、片言に近い日本語を使った。何か、ご用ですかはい、少々、お願いの筋がございまして。 女は陰,陰に絵尺をした。貧しい身なりにもかかわらず、これだけはちゃんと言い上げた郊外曲げの頭を下げたのである。神父は微笑んだ目に目礼した。手は青玉の混雑に指を絡めたり離したりしている。私は一番笠半兵のご家、死のと申すものでございます。 実は、私のせがれ、新之助と申す者が大病なのでございますが。女はちょいと言いおどんだ後、今度は朗読でもするように、すらすら様向きを話し出した。新之助は今年十五歳になる。それが今年の春頃から何ともつかずにわい出した。咳が出る。 食欲が進まない、熱が高まるという始末である。死のは力の及ぶ限り、医者にも見せたり、買い薬もしたり、いろいろ養生に手を尽くした。しかし、少しも貢献は見えない。のみならず次第に衰弱する。その上この頃は不如意のため、思うように領事をさせることもできない。聞けば、南蛮寺の神父の遺法は、 百いさえ直すということである。どうか新の助の命も助けていただきたい。お見舞いくださいますかいかがでございましょう女はこういう言葉の間もじっと神父を見守っている。その目には哀れみを凝う色もなければ気遣わしさに耐えぬ気配もない。ただ、 ほとんどかたくなに近い静かさを示しているばかりである。よろしい、見てあげましょう。神父はあごひげを引っ張りながら考え深そうにうなずいてみせた。女は霊魂の助かりを求めに来たのではない。肉体の助かりを求めに来たのである。しかし、それはとがめずともよい。 肉体は霊魂の家である。家の修復さえ全ければ、主人の病もまた退きやすい。現に、カテキスタのファビアンなどは、そのために十字架を排するようになった。この女をここへ使わされたのも、あるいはそういう真意かもしれない。お子さんは、ここへ来られますか それはちと無理かと存じますが。では、そこへ案内してください。女の目に一瞬間の喜びの輝いたのはこの時である。さようでございますかそうしていただければ何よりの幸せでございます。神父は優しい感動を感じた。やはりその一瞬間。 能面に近い女の顔に争われぬ母を見たからである。もう前に立っているのは物語武家の女房ではない。いや、日本人の女でもない。昔、海桶の中のキリストに美しい乳房を含ませた。優れてご愛恋、優れてご入難、優れてうましく増します天上の妃と、同じ母になったのである。 神父は胸を反らせながら、快活に女へ話しかけた。ご安心なさい。病も大抵わかっています。お子さんの命は預かりました。とにかくできるだけのことはしてみましょう。もしまた尽力に及ばなければ。女は穏やかに言葉を挟んだ。い,いえ。 あなた様さえ一度お見舞いくだされば、あとはもうどうなりましても、さらさら心残りはございません。その上はただ、清水寺の観世音菩薩のご名語におすなり申すばかりでございます。観世音菩薩。この言葉はたちまち神父の顔に腹立たしい色をみなぎらせた。神父は何も知らぬ女の顔へ鋭い目を見据えると、 首をふりふり、たしなめだした。お気をつけなさい。観音、釈迦八幡、天神。あなた方のあがめるのは、皆、木や石の偶像です。との神、との天使は、ただ一人しかおられません。お子さんを殺すのも助けるのも、レウスの恩おぼし飯一つです。偶像の知ることではありません。もし、 お子さんが大事ならば、偶像に祈るのはおやめなさい。しかし、女は古かたびらの襟を心持ち顎に押さえたなり、驚いたように神父を見ている。神父の怒りに満ちた言葉も分かったのかどうかはっきりしない。神父はほとんどのしかかるように、髭だらけの顔を突き出しながら、 一生懸命にこう戒しめ続けた。との神を信じなさい。との神は、ジュディアの国、ベレンの里にお生まれになったジェズス・キリストばかりです。その他に神はありません。あると思うのは悪魔です。堕落した天使の変化です。ジェズスは我々を救うために、張り気にさえ御身をおかけになりました。ご覧なさい。 あの、恩姿を。神父はおごそかに手を伸べると、後ろにある窓のガラスへを刺した。ちょうど薄火に照らされた窓は、道内を込めたほのくらがりの中に、受難のキリストを浮き上がらせている。十字架のもとに泣きまどったマリアや弟子たちも浮き上がらせている。女は日本風に合唱しながら、 静かにこの窓を振りあおいだ。あれが噂に受けたまあった何番の如来でございますかせがれの命さえ助かりますれば、私はあの張り木仏に一生使えるのも構いません。どうか、妙護を賜るようにご祈とうをお捧げくださいまし。女の声は落ち着いた中に深い感動を増している。 神父はいよいよ勝ち誇ったようにうなじを少し反らせたまま、前よりも雄弁に話し出した。ジェズスは我々の罪を清め、我々の魂を救うために地上へご降誕なすったのです。お聞きなさい。ご一生のご観覧神苦を。神聖な感動に満ち満ちた神父は、 そちらこちらを歩きながら、口早にキリストの生涯を話した。習得備わり玉を乙女マリアにご受胎を告げに来た天使のことを、馬屋の中のご降誕のことを、ご降誕を告げる星を頼りに、入港や没役を捧げに来た賢い東方の博士たちのことを、メシアの出現を恐れるために、 ヘロデ王の殺した同時たちのこと、ヨハネの洗礼を受けられたこと、山上の教えを説かれたこと、水を武道書に消せられたこと、盲人の目を開かれたこと、マグダラのマリアにつきまとった七つの悪鬼を追われたこと、死んだラザルを生かされたこと、水の上を歩かれたこと、ロバの背にジェルサレムへ入られたこと、 悲しい最後の夕下のことを、観覧の園の恩祈りのことを。神父の声は神の言葉のように、薄暗い道内に響き渡った。女は目を輝かせたまま、黙念とその声に聞き入っている。考えてもご覧なさい。ジェズスは二人の盗人と一緒に、張り木におかかりなすったのです。 その時の恩悲しみ、その時の恩苦しみ。我々は今思いやるさえ、肉が震えずにはいられません。ことにもったいない気のするのは、張り木の上からお叫びになったジュスの最後の恩言葉です。エリ、エリ、ラマサ・バクタニー。これを解けば、我が神、我が神、なんぞ我を捨てたもうや。 神父は思わず口を閉ざした。見れば真っ青になった女は、下唇を噛んだなり、神父の顔を見つめている。しかも、その目にひらめいているのは神聖な感動でも何でもない。ただ、冷ややかな軽蔑と、骨にも通りそうな像音である。神父はあっけに取られたなり、しばらくはただ、推しのように瞬きをするばかりだ。 まことの天守、南蛮の如来とは、そういうものでございますか女は、今までのつつましさにも似ず、とどめを刺すように言い放った。私の夫、一番ん半兵は、佐々木家の老人でございます。しかしまだ一度も敵の前に後ろを見せたことはございません。三ヌル長皇子の白攻めの折も、夫は、 爆地に負けましたために、馬は元より、鎧兜さえ奪われておったそうでございます。それでも、合戦という日には、並弥打仏と大文字に書いた紙の羽織を素肌にまとい、枝付きの竹を刺し物に変え、目手に三尺五寸の立ちを抜き、ゆんでに赤紙の扇を開き、人の若衆を盗むよりしては首を取らりょと覚悟した。 大声に歌を歌いながら、小田殿の身内に鬼と聞こえた柴田の軍勢を切りなびけました。それをなんぞや天使ともあろうに、たとえ張り木にかけられたにせよ、かごとがましい声を出すとは見下げ果てたやつでございます。そういう臆病者をあがめる終始に何の取りえがございましょう。また、そういう臆病者の流れをくんだあなたとなれば、 世にない夫の威灰の手前も、せがれの病は見せられません。新之丞も首取りの半兵衛と言われた夫のせがれでございます。臆病者の薬を飲まされるよりは腹を切るというでございましょう。このようなことを知っていれば、わざわざここまではこまいものを。それだけは口をしゅうございます。 女は涙を飲みながら、くるりと神父に背を向けたと思うと、毒風を避ける人のように、さっさと動が餌ってしまった。洞目した神父を残したまま。